はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、夏休み自由研究の発表会、どのように進めたらいいかという話をしていきます。視聴者の方からご質問がありました。いつも動画の配信ありがとうございます。自由研究の発表会ではどのような視点で原稿を書かせていましたか。3年生ですということなんですが、ちょっと思い出してみました。ちょっと黒板にねまとめてみたんですけれども、まあ一応ですね、この3つぐらいのことはプロットとして示したと思います。黒板に書いてこういうふうに書いていくんだよって言って書かせたと思うんですね。まず動機ですね。どうしてその研究を始めようとしたのかね。これはもう短くていいからねっていうことで、まず動機ですね。なぜその自由研究をこの夏やってきたのかということを書かせました。でその次にですね、説明ですね。自分が研究してきたものの説明とか解説を話しさせました。でこれはですね、例えば物によって随分違うんですけど、作ってきたものだったらね、こんな風に作ってきましたっていう風に見せながら、そしてできるものは実演をそこでするといいよって話をしてましたね。旅行記みたいなものでしたね。その旅行記を見せながら、簡単に、全部は難しいので部分的にね、一番楽しかったところを紹介して、それがここの写真ですとか、そういう見せ方をするといいよっていうような形ですね。あと実際にレポートみたいにまとめてきたものについては、比較的説明しやすいですね。こういう動物のこういうことを調べてきました。もちろんですね、1分程度でやらせていたので、この範囲でやるとなるとね、そんなに何でもかんでも説明できないので、一番大事なところ、一番ポイントとなるところ、一番説明したいところ、そこをですね、言わせるように、書かせるようにしましたね。そして最後に苦労したところやうまくいったところをちょっと話して、これで終わりますっていう形で終わりにさせてました。ですから子どもたちには夏休み自由研究のそれをやった動機ですね、その後に説明をさせて、内容ですね、で最後に苦労したところ、うまくいったところを話す、そういうふうに原稿を書かせました。原稿用紙もね、せいぜい、1分ですから、1枚程度でいいと思うんですね。それをゆっくり説明させればいいと思います。実際の発表の場面ではですね、子どもたちこう前で発表しますので、こう物を置く台をねちょっと置いといてあげると、発表しやすくなるかなと思いますね。で一応ですね、子どもたちにはこういうふうに書くといいよっては言うんですけど、でも全然違う自分独自のやり方でもいいよっていうふうなことをね言うこともありました。それはクラスによってなんですね。結構ね、こうフリートーキングの方が力発揮する子なんかいると、これも OK っていうふうにしてましたね。あとね、自由研究発表会特有のことなんですけども、せっかく作ってきたものをね、みんな見たいわけですよね。だけど、例えばね、写真撮ってきたなんていうものについても、自分がこう見ながら説明しちゃって、相手に見えないってことはよくあるんですよ。ですから、ものをね、見せながらやるんだよ。こういうふうにね、相手の方に見せながらやるんだよ。見てもいいけど、相手にもこうやって見せながらやっていくんだよって話はしましたね。それと、引きつけるとか言ったんですが、ただずっと喋って終わるんじゃなくて、一部ね、何かクイズにして、3つのうちどれだと思いますかってちょっと聞いてみるとか、そうやって2ウェイ化すると、すごくみんなが聞きやすくなるよっていうような助言もしました。前の動画でも言いましたけど、子供が自由研究の発表してる時に先生はコメントを書いてしまう。そして最後展示する時にその書いたコメントを貼り付ければいいようにしておくと、発表会が終わったと同時に先生のコメントも書き終わっているという状態になりますので、これも合わせてやっていくといいと思います。30人学級ぐらいだとね、1回じゃ無理なので2回3回に分けてやってました。基本的には私のクラスはね、やりたい順ということで、立候補した子からどんどんやっていくという形でやってました。で何かね、こう大きな模造紙みたいなものに書いてきた子はもう黒板に貼り付けてね、こう指示棒を私のドラムスティック持ちながら、こんな風にね説明する形でやってました。通常ですね、こういうスピーチ的なことをやるときには、聞いてる方の子供にも何かちょっとね作業させた方がいいんですね。私この夏の自由研究についてはね、時間がないのであまりやんなかったんですけども、普段のスピーチの場合には終わった途端に子供たちが指名なしで立って感想を言うっていうようなことが入ってましたので、またはねノートに一言感想を書くとかね、そういうことをさせることによってね、話を集中して聞くことができるので、そういうふうに書かせる作業を入れてもいいかもしれませんね。はい、というわけで、夏休み自由研究発表会、これからだと思いますけども、参考になれば幸いです。そしてですね、今週末、いよいよ今度の日曜日28日です、学級崩壊、荒れた子ども対応、教師のメンタル講座、いよいよ始まります。まだ申し込み間に合いますので、よろしければねご参加ください。それと、私の運営しています教材開発ショップの方も今キャンペーン中です。9月の上旬までやってますが、そろそろ終了になりますので、早めに教材の方も見てほしいなというふうに思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。